はい、今日も To be winner よろしくお願いします。さあ皆さん、9月もね、中旬に入りまして、いやいよいよですね、プリンスさんの新作ビーストシリーズ3種もうね、注目してる方も多いでしょ。プリンスさんのね、ビーストシリーズはプリンスさんのラインナップの中でも、まあ、一般ユーザーからの人気がね、非常に高いシリーズだなって、僕の周りでもね、すごくユーザーさん多いですし、で特に女性のプレイヤーが結構ね、大会に出てくるようなね、なんていうんですかね、ハイレベルな大会の選手層のプレイヤーの方から、まあ、割と一般ユーザー、なんていうんですかね、一般的な大会に出ていらっしゃるようなユーザーさんまで、幅広く使用者が多いっていうイメージなんですけど、でインカレとかね、インハイでもちらほら見かけますよね。まあやはり人気のモデルだなーなんて思うところなんですけども、今回はですね、こちらのビーストシリーズ2022の3機種全部打ってみた僕がですね、個人的に感じた、僕個人が感じたですよ、あくまでね、今回のビーストシリーズの選び方、こういう人にマッチしたラケットだと思いますよっていうところをね、まあ、まずはこのほぼラジで、まあ、ちょっとラジオ形式でね、語りたいと思います。いやね、プリンさんのラケットね、僕個人的にもね、結構プリンさんのラケット好きで、でまあ今回もプレイ快適性をね、目指してかなり斬新なテクノロジーをね、まあ、元々着想のあったものではあるとは思うんですけども、それをドドーンと新作に搭載してきた、まあ、ビースト DB100 ダブルブリッジのモデルですね。でまあさらに新しい振動吸収素材もね、プリンさんのなんかお家芸というかお得意技の一つになったんじゃないですか。振動吸収素材、テキストリームあたりからかなり業界をリードしてると言っていいんじゃないですかね。僕はそう思うんだけどな。まあ、テキストリームトワロンが来て、さらに振動吸収を高くした PV 指定システム、ピュアファイバイブレーションシステム、こちらをね、搭載したモデル2機種、ビースト100とビースト O300、この3種についてですね、今回語りたいと思います。まあ、詳しくはね、動画も出してますし、ブログの方でも出しますんでね、ぜひそっちの方もご覧いただきたいと思います。まあ、ざっくりこのラジオ形式ですからね、ざっくり今回はね、語りたいと思います。まあ、いつもの感じでね、スイング強度の、強度的な面から、あとスイングの大きさ、コンパクトなのか大きいスイングなのかっていう、観点からその辺をちょっと語りつつ、まあ、こういうプレイスタイルの方におすすめしますねっていう感じで語りたいと思うんですけど、まあね、まあ、どこかね、なるほどと思って参考にしていただいて、自分はこういう感じだからこういうのはかもとかね、選び方をでもいいと思いますし、あとね、こういうプレイスタイル目指してたんだよな、これちょっと挑戦してみたいなっていう感じでね、選んでいただいても面白いと思うんですよね。今回のビーストシリーズね、ちょっとそういうラケットになってるっていう風に自分の中で思っておりますんでね、まあ一応そんな緩い感じでね、聞いていただけるととても嬉しいんですけどもね。さて、まあ、まず簡単にいきましょう。スイング強度についてなんですけども、まあ、僕が考えるビーストシリーズのスイング強度のマッチングマップがまあこんな感じです。まずね、ビースト O300 なんですけど、これ語らずにはいられませんね。これはね、もう本当に振り抜きが良くて、スイングがゆっくりの人でも自然とスイングが速くなってしまう、スイング強度が強くなってしまう、このね、ラケットのね、持ち味が出せるスイング強度にまで自然となってしまう。そういう意味でも、スイング強度が少し、まあ、遅め、弱めの人でも、まあ、鋭く、で、鋭いスイングスピードの人でも、それをさらにスイングを鋭くしてくれる。そういうね、いろんなことができるようにしてくれるっていうラケットでした。しかもね、どこで打っても同じように飛ばせる操作性、コントロール性の良さがあるので、これまさに O3 の特徴そのものだと思うんですけど、打球が自然と速い感じになるっていう、すごいね、スピード感のあるボールが打てるっていう、これすっごい好印象なんですよね。で、バランス的に優れてるのが、やっぱりビースト100。こちらのラケットですね。かなりビースト O3 に似てる感じもあって、まあ同じぐらいの扱いやすさでもあるので、
いい意味でね、とても中圧系らしいラケットなので、まあ、スイングが強すぎるとちょっとね、ボールが吹っ飛びすぎてしまうっていう感じがあるんですよね。まあ、ゆっくりすぎても、ちょっと O3 ほどの飛び感、振り抜き感ではないんで、でも程よくテニスをやり続ける、プレイし続けるっていう感じにはすごくちょうどよくって、で、テニスを結構やり続けてきましたっていう人にはかなりちょうどいい、バランスに優れたラケットだなっていうのが、まあ、ビースト100の印象ですね。で、ビースト DB100、これはね、使える分にはね、スイング強度はそんなに関係ないんかなって思います。ただただ打球感がとてもクリアで、気持ちよくプレーがし続けられる。ただですね、このラケットの持ち味を出すとなると、僕はこのラケットの持ち味は、重いボールが打てるっていう点だと思ってるんで、このラケットで重いボール打って、そのボールで相手を崩したいとなると、それなりにスイング強度が強い方が、このラケットの持ち味引き出せると思ったんですよね。で、今度スイングの大きさで考えていきたいんですけど、僕がですね、考えるスイングの大きさによるマッチングポジショニングがこれですね。これね、まずバランスが良いのが間違いないのが、まあ、ビースト100ですよね。まあ、スイングを大きく出していけば、それだけ強いボールがちゃんと打てるし、まあ、スイングがコンパクトな人っていうのも、しっかりボールを飛ばしてくれるっていうところがあるんで、まあ、極端ではなく、本当にバランスのいいラケットという印象の意味合いを込めて、このマッピングですね。じゃあ、ビースト O300 とそんなに違うのかっていうとですね、僕はね、このビースト O300 の飛びの良さと、スピード感の良さは、ちょっと群を抜いてると思ってて、しかもコントロール感がね、すごくいいんですよ、これ。なんで、コントロール重視で打つ方が、このラケットの持ち味引き出せると思ってるんですよ。ビースト O300 は、前に入って、早いタイミングで打っていくことで、その進化を発揮するっていう感じのラケットだと僕は確信してるんで、で、弾き返してくれるし、振り抜いても、しっかりコートに収めてくれるっていう、この良さを引き出してほしい。だコンパクトに振り抜けるっていう方には、かなり強い武器として、進化を発揮してくれるラケットだと思うんですよね。逆に大きく振り抜いてもそこまで強いボールにならない。だからコンパクトなスイングと大きな、振り抜いたスイングでそんなに大きな差があるわけではないかなっていう印象もあったんで、まあ、割とコンパクトなスイングでも十分使いこなせる、十分持ち味が引き出せるラケットなのかなっていう感じで、ビースト DB100 ですね。まあ、このラケットはですね、逆にどっしり構えてがっつり打っていく方がいい。このラケットの持ち味を引き出していく。そういう感触のラケットですね。なんでしっかり打ち抜いてこうパワーをこもったボールが打てるのか。まあ、それがね、まあ、DB の秘密なのかな。まあ、そういうボールを打ちやすい感触、情報が伝わってきやすいっていうところもあるんで、まあそういう感じでパワーのこもったスイングで大きく打ち出して、重いボールで相手を詰まらせていく、そういうボールを打ち続ける方が、このラケットの持ち味を引き出せると思うんですよね。まあそれでこのポジショニング。で、まあちょっと要所要所で触れてきちゃったんですけど、プレイスタイル的なところも語るとですね、僕が考えるに、ビースト100はバランスに優れているんで、割とどんなプレイスタイルの方でも使ってみて違和感なく使える。まあ、今回のコンセプトであるプレイ快適性っていうところね、それを感じ取ることができる割とオーソドックスなラケットですね。で、ビースト O300 はフットワークでどん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 前に入って、早いタイミングで打ち続けて、相手から時間をどんどん奪っていくようなタイプのプレイスタイル。これを実現するのに向いている。で、ビースト DB100 はベースラインの後ろでどっしり構えてガッツリ打ち抜いて、パワーボール、重いボールで相手を崩していくようなプレイスタイルが実現できる。そう感じたラケットたちでしたね。で、この3つのね、ラケットに共通することなんですけどね。それがね、ボレー性能の高さ。これは見過ごせないですよ。ボレーすごく快適に打てるんですよ。なんで、どの機種も
それぞれの持ち味を出しつつ、最終的には前に入って決めていくってことがすごいやりやすいと思うんですよね。まあ、このことも含めて僕はね、ダブルスなんかではかなり強い味方になるっていうのをね、すごく考えてる。まあ、そういう気がするっていうだけでしたね。なんでね、今回はここまで、ビースト2022シリーズ、チョイスについてちょっと自分なりにね、感じたことを語らせていただきました。まあ、どこかね、参考にしていただけるところがあれば、まあ、幸いですね。なんかね、僕一応全部打ってみてますんで、ご意見やご質問、なんか購入考えてる方とかね、これどうですかとかって聞いてくだされば、すごく嬉しいですし、まあ、コメント欄とか、ツイッターとかインスタの DM とかで構いませんので、ね、そういうのもどんどんお寄せいただければ嬉しいなと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録の方もね、あとお友達に紹介なんかしてもらっていいけど、チャンネル登録増やしていただけると僕にも嬉しいんですけどね。またね、こんな、好き勝手に喋らせていただきますんで、ぜひお聞きください。それではまた。